聞いてもひどい話で、なんか60になってよりじじいになってやろうと思ってひげ生やして仙人のようになってやろうと思って伸ばしてたら、これで始まったところでむさ苦しいけないとかわわ言われてんで昔のこの長さに変わってきたんですが拝見しました。自分でも見て汚ねえなってダメだね、やっぱりあの V で見ると情けなさが分かって人の意見は聞かせないなっていう、なんかじじいになりたかったんですよ。みんな何か年取ったら若作りしようとするんだったら、俺はよりじじいになる努力をしてやろうと思って。すみません、よろしくお願いいたします。お願いします。失礼します。経営者のことはそうだ。あ、はい、一応、はい、もうね、一番得意分野が経営をなさってそこそこうまくいっている、はい、さあこの後っていう、はい、あたりの経営してない人間に経営話してもその分からない話になる、なんで、はい、今日は多分いい話ができると思います。お願いします。今、会社を創業して6年目になるんですけど。今いくつですか？今32です。ああ、随分早く創業されたんですね。そうですね。ああ、一応1年目が赤字だったんですけど、2年目以降から黒字が徐々に上がってきて、で、なんで満杯ってわけじゃないんですけど、ちょっと創業の3年ぐらいはほとんどっていうか毎日会社にいて仕事しまくってやってて、はいはい、で4年目5年目あたりからなんか少しずつ僕いなくても回るようになってきたんですね、はいはい、で最近なんかちょっとここ半年ぐらい新しい新規事業とか頭の中で考えて少しずつ進めてはいるんですけど、はい、でもなんかなかなかやる気なのか、はい、楽しさなのかヒリヒリ感みたいなのか、はい、なんかちょっと欠けてきたような感じがして、ちょっと今いろんな人に会わせていただいたり、はい、いろんなことやってるんですけど、はい、なかなかちょっとそういう時期って、はい、高橋さんってあったのかなとか、はい、ちょっとお聞きしたいなと思ったんですけど。どんな仕事なんですか？アパレル系の、はい、オーダーとかをやる。作るんですか？作って売るっていう感じで。はい。で、じゃあ新規事業やるとしてもそれに関係したことですか？新規事業やるとしたら、こちらでブランド化して作ったものをネットで売っていこうっていうマイナー考えなんですけど、はい、今そういうことを少しずつ進めていって、はい、その塩野テリーとが演出家なわけなんですが、その部下たちもいるんですけども、まあ優秀な演出家って人間として最低なんですよ、はい、一切部下の苦労は考えない、うん、ひたすら自分が作りたいものを作るために部下たちに死んでいけって平気で言える人たちで、自分がディレクターになった時にああいう人間としてダメな人間にならないようにしようと、でやっていくといいロケができないんですよ。なんだろうと思った時に、はあ、視聴者という客を喜ばすために自分がどんなことをして喜ばしたいと考える。例えばの話が富士山に3往復したら視聴者が喜ぶとする。自分が3往復するとなると2回で済まねえかな1回で済まねえかなってなる。それに対して部下に3往復しろって言うだけだったら簡単に言えるじゃないですか。あ、そういう人たちなんだなと。客を喜ばすために苦労は何とでもする。その苦労は俺じゃないからやれよって言えばいいと、何が一番正しいことかを自分がやらなくていいんだったら考えられるんですよ。で実行できるんですよ。それは人間ってそれをした方がいいなと。誰やん、俺かと。じゃあやっぱり やんなくてもいいんじゃないのかなってなる。ああリーダーってそういうことなんだなと。優秀なリーダーは自分が動いちゃいけないと、人を動かすんだと。そういう立場に置かれると次から次へとやりたいことが生まれるんですよ。で経営者って何言ってた、一言で言うと仕事を作る人、仕事をする人じゃないんですよ。作るんです。作るって楽しいじゃないですか。そうですね。こんなことしたらこんな風に客が喜んでこんなお金入るんじゃないのかなと、いや妄想してるんです。で苦労は自分がしないんです
兵隊たちが動くんです。でさらに言うと、優秀な将軍たち、兵隊を一兵も殺さずに勝とうなんて人は歴史上いないんですよ。はい、自分が死ぬところにいないんですお前らあそこ行って撃ってこいっていう、というのが傾斜らしいんですよ。そうすると嫌になんないんです。じゃあ次これやろう、あれやろうなんです。うちの会社デマンドで言うと、メーカーとして成り立つようになったら、売り場がよくねえ、じゃあうちが店舗出せばいいんだと。俺そこで自分が店長やるんだったら言わないです。販売できるやつ呼んでこいっつって、連れてこいっつって、お前店長させるからと、でこういう店作れと、たまに見に行って違うじゃねえかっていう、こうするんだっていう、見に行って、おそういうことだよと、何の苦労しないんです。そこでその指示が正しくない人は利益が出ないから、経営者から失格として落とされるんです。それで利益が出るってことは、そもそも発想は正しいらしいんで、大きくなってくるんですよ。と自分がまた発想すると、仕事が生まれて、労働をする人間が生まれて、それがよりいい結果を出すと、その人たちの収入が増えてると。おお、俺しっかり働いてるじゃねえか。それに対している人たちが決まっている仕事を増やすと、俺がやんなきゃいけないじゃないかと、やんなくていいかっていう、というところにいられるんじゃないのかなと。そうですね、はい、そうですね。今実際技術者の方がだらけなので、はい、僕がそのもう一応技術があるので作ることもできますし、はい、あとの雑務とか財務とかは全部、まあ、小さいながら自分でやってるんですよね、はい、だからまあ抜けられるけど、あの完全には抜けられないような状態で、はい、プレイヤーでもあり、その経営者管理者でもあるっていう感じなんで、はい、今の感じだとそうですね、おっしゃる通りだと思います。今はもうダメなんですが、当初の頃僕が撮影した方が非常に個性的な面白い AV が作れたんですよ。まあ簡単な話が、エロに興味ない人間に監督させると、それはエロが好きな人間たちとは全く違うものが撮れる。でその頃の時代背景がなぜかその深いエロっていうものに飽きてきて、俺のバラエティ的なエロが受けるっていう時代があって、で僕が撮って自分がいいと思うのを出せば十分利益も出るし、会社も潤うっていう環境なんですが、その規模を大きくしていこうと思った時に、自分が現場行ってるとまあ月に2本かなと、そんな働き者でもないんで、だらば20人の監督、信頼できる監督を見つけてきて、お前に月2本撮れと、ここのポイントはここなんだと、で取りに行かせる。で最初は10人で2本ずつでしたね。だいたい月20本が限界だと。でそれを今度自分が出来上がったらプレビュー見てして、ここを直せ、取り直せ、これを販売できないとかいう形で、全部自分が発案から商品として販売するまでのものを僕が確認して自分の色にしていくっていうことをすると、バカバカ売れたんですよ。と自分が2本最大にいいものを取ってるよりも、10人の監督に2本ずつ取らせた方が自分の色が入って、さらに言うとこの監督の色と混ざっていろんな色の作品ができる。それがうちの売り上げをぐんぐん上げていくんですが、どういうことかっていうと、現場で働くなくなったら会社の売り上げが伸びてったんですよ。要は総大将がやり持って突っ込んでっちゃいけないっていう、軍配持ってどう選挙はなっているっつって、行け下がれっていう、うわつまんねえ仕事だなと。なんだけども客はその方を喜んでいる。客っていうのは見えないんですが、経営者の支配者ですよ。意見言ってくんないから立ち悪い。結果見ていいと思えばお金入ってくるし、結果見て悪いと思うとお金が減っていく。でそれの結果を見ながら客は何を望んでるのかを絶えず考えなきゃいけない。
まあ一番たちの悪い上司ですね。指示もしないで結果だけで判断するっていう、でダメだと捨てようとしやがるっていう、その人たちを捕まえなきゃいけない。でその人たちは自分の代わりに何をしてほしいかっていうことを代わりに言ってくれる、労働者たちに言ってくれる部下が欲しいらしいんですよ。もう一度言ってもらっていいですか。すいません。自分らが漠然と望んでることを代わりに指示して働かさせて、労働者たちに、はい、で自分らが喜ぶものを作るなり、はい、サービスを提供するっていうことを望んでいる、はい、俺の代わりに考えろってやつが欲しいらしいんですよ。それが経営者になるらしいんです。おお、お前その通りなんだ、俺こういうの欲しかったんだと、それ違うよなと、値段的にこれなんだよなと、よく分かってるじゃないかお前と、おじゃあ買ってやるからもっと頑張れよと。とその人たちを喜ばせようと思うと労働者の苦労なんて考えちゃいけないんですよ。で自分はその人たちの代わりに考える、やんないから、こう椅子に座りながら、あそれして、はいこっちしてって言うと理想の形考えられるんだけど、自分が動いてると、まあ、今日は煮込むでいいかみたいななりやすい、動いちゃいけないんだっていうのをディレクター時代に学んだんですよ。で動くと実は頭止まってるんです。何かに専念していけないんです。絶えずこう俯瞰で全体像を焦点当てずに見てる、ここおかしいぞって見えるんですよ。こうやってると周り見なくていいんですよ。だからロケ行くと楽しいのが、その日のロケだけ考えてればいいんですよ。経営者でいると、営業のあれはどうなってる、制作のあれどうなってる、編集部あれどうなってるっつって、全部こういう形で見なくちゃいけないんですよ。でさらに言うと、出来上がったものは自分が作ってないから従属感がないんです。客に喜ばれても、俺が作ったわけじゃねえからなっていう、もらえるのは利益っていうものをもらうっていう、ご褒美をもらえるだけで、物を作ったと喜びを味わえない。でも俺みたいな人間がいないと、喜んで一本一本成功をかけて作る人間が安心して働けないという部分で、一歩引き始めたら、俺やんなくていいんだと思うと、あと10本増やすかとか、簡単に言って、なんかディレクター何人か呼んでこいやつって、俺面接して何本か取らせていいと思ったらレギュラーにするからつって、働く人間をどんどん集めてって、その人たちにいい効率のいい仕事を与えていくっていう、これゲームやってるみたいですよ。と飽きずにどんどん増やしたくなっていく。多分その働く人たちが限られてると思うと、次の意欲湧かなくなるよなと。でさらに言うと、働く部分においては、新規の部分では最初陣頭指揮切ります。こっち側がまあ普通に回してくれるなと、もうルーティンになってるから、しばらく目かけなくてもまあ平気だろうと、問題あったら教えてくれと、ちょっと俺こっち側に1ヶ月間専念するんだと、で軌道に乗ってきたらリーダーよろしくなって言って、またぼーっとしてるんです。でこう思って、あ次これだなと、今度は流通を変えようとかっていう形で、あの何にも仕事なくなるんですよ。なくなると頭回るんです。会社には行かなきゃいけないと、また動くんです。でできるようになると、よろしくなって言って、またボーっとしてるんです。だからしょっちゅう会社が伸びてる最中って、仕事が一回なくなるんですよね。なくなって集中して、またなくなってと、た時に5年ぐらい経った時に、幹部で僕の腹心になる右腕と左腕がいるんですが、後で聞いたんですが、この2人がすごい僕いじめるんで、特に上になればなるほど厳しいノルマとか言いますんで、と本人たちがすると、俺たちを潰そうとしてるっていう、高橋さん俺たちが潰れたら困るってこと気がついてないのかなと、で昔話したことはあるんですと、っていうのを良くなってから聞いた時に、潰してもいいと思ってたよと、あの安心して任せられる人間っていう部分で、これ以上言ったら潰れんじゃないかっていうのは、俺にとっては正しい腹心じゃないんだよと、
どんな無理を言って前社なんとかするだろうっていう人材が欲しい。潰れたらまた次の子を成長させるために育てていこう。絶対的な信頼ある部下じゃなかったら副審にはなんないんだと。でその時に潰れた時に全部自分が最初やってるから暇なんで、ちょっと新規来たいんだけどあいついなくなったからこれ俺が張り合うしかないなと、やってる間にまた立て直して部下を決めたらまた離れるっていう、うん、本気で思ってたよ。別に潰れてもいいと思うと、よくついてきたねっつって、だからお前らは年俸高いんだろうっつって。重要なのはその子たちにきついことをさせて結果が出た時にどんだけのその対する報酬を払うかっていう、ここで多くの報酬を払えればどんな理不尽なことも僕は浄化されると思ってるんです。そこで言葉でありがとうとか言ってる経営者ほどやばい人間いないよなと。ありがとうなんだけどうちの会社はまだとか言って給料を上げない会社ってある。僕はありがとう言わない代わりにお前な来月から年俸1000万増えるからみたいな。お金って一番正直じゃないですか。お客さんもそうだし、無料だったらあれはおいしいわってものが1000円だった瞬間に何これ 1000円の価値ないわよとか言われるっていう、その価値がないと思ったらお金出さない。なんで僕はお金で正直な気持ちを出そうかなと。なんでどんどん優秀な子は値段が上がっていくっていうと分かってくると、もっと無理言ってくださいってなってくっていう。あとはどうすれば人が寄ってくるのかっていう、僕が出たくもないテレビに出たのは完全にリクルートのためです。 AV 会社になかなかいい人材が来てくれない、僕がテレビに出て人気者になれば来てくれるんじゃないのかと。僕にとっていつでも足んないのは優秀な人材なんで、人材さえ来てくれれば仕事がなくてもいいんです。来てくれたら俺が仕事すぐ作るから、仕事なんていつでも作れるからと。妄想だもん、こんなことしたいあんなことしたいと、今あれが足んないこれが足んないと、いる分だけ仕事作れるからと。なんだけど大体やりたいことの半分もできないのは今人材が足んないんだよなと。そうなってくると今度またいいのが、10個やりたいことがある人材が5個分しかできないと、5個できない、5個持ってると次やろうと思った時に環境だとか人材だとかこの中の自分が何をやりたいじゃないんです。どれが一番やりやすいかなと、やりやすい環境のを優先してやるっていう。やりたいのは A なんだけど C が今一番できる環境が揃ってるなと、 C やりましょう。高橋さん A やりたかったんじゃないですか、当たり前だよと。ただな K は俺の勝手でできないからと、C の環境が整ったからこれ C をやるんだと。それに対して1個しかやりたいことない人間って今なんですとか言うのよ。いっぱい企画持っておくと、やりたいことを持っておくといい。この中で一番できる環境になったのはどれかなって考えると外れづらくなりますよね。高橋さんとかって今の高橋さんの考えすごく分かりやすくて勉強になったんですけど、今の僕ら世代くらい の授業やってる人とかって、はい、そういう考え方じゃ多分あんまりないですよね、おそらく。あ、また社員がついてきませんしね。 あと訴えられますし。そうですよね。でもね、僕らの時代もかなり訴えられるってあったんですが、これ一回もないんですよ。すごいですよ。それ多分ね、金払いがいいからじゃないかな。あと辞めていく人間には持ってけ泥棒みたいなことあるし、お金が目的じゃなくていろんなゲームしたいとっていう気持ちがあるんで、お金があると配りたいんですよね。よかったやろ俺の下でみたいな。会社が良くなると豪華旅行年5回行くぞとか、そういうのが社員に通じたのかなと。面白いゲームをみんなでやろうよ、それで儲かったらみんなで分けようよと。特に僕は AV っていう部分で、まあ一般の企業の人が企業だったらば1000万円年俸もらえるとすると、AV なんでプラス 1.5 倍だよと、1500万払おうっていうような気持ちで払っていった部分があって、
あと会社が伸びていくときって社員たちも嬉しいんですよね。あの必然的に無理してくれますね。結果が出ないときに頑張れって言うと辛くなってくるんだけど、ボンボン結果が伸びていく、逆に言うと実力以上の結果が出てるんで、早く俺たちがこれ追いつかないと落ちてくるぞと。で追いつくとまたこうなってて、結果がこれをずっと追っかけてるって感覚だったんだけど、やるとまた結果が出るっていう部分では社員たちもとっても楽しかったみたいで、それってあの僕の中で言うと50人ぐらいまではできるって感覚ですね。あの仲間50人超えると仲間じゃない人間入ってきますと訴える人間とかが出てくるんだろうけど、僕50人超えたあたりからそれ以上の人間は触れ合わないようにしてましたんで、今で言うならばデマンドの中で言うならばきついこと言うのは社長含めて5人ぐらい、その下の人たちはあおはようございますみたいな元気みたいなあの申し訳ないんだけど人間扱いしてないっていう、あの本音で触れ合う気ないっていう。僕と本音で触れ合いたかったら役員に上がってきなと、本気で人間扱いしてやるから、人間扱いって人間ならこのぐらいできるだろうっていう。すごい、例えば営業の方でものすごい数字伸ばしてる人とかは会ってみたいとかって思われたりするんですか？まず伸ばしてるやつが今までいなかったっていうのがあるんですが、あのそういう人たちは結果出したら部長になると営業会議になると来るようになる。でそこで初めて触れ合うっていう、はや上がってこいやっていう、上がってきたら会議室でボコボコに預けてやるからっていう。あの僕がラッキーだったのは誰もいなかった時のテリー伊藤の下に着いたもんで、直属でいじめられた、それが元気が出るテレビって番組で当たって優秀な子たちがいっぱい入ってくると、伊藤の下に僕らクラスがいて、ディレクターとしてこの下なんですよ。と部下としては僕らの部下なんですよ。伊藤に直接振られない。僕の自慢は伊藤の最後のロケは俺が AD やってたみたいな。なんでよかったな、ここだったのにここに来たから相手してやるよっていう、あの良かれと思ってやるんだけども、その子 の準備ができてないといじめになっちゃうんで、俺に挑戦したいと思う結果を出してきたらいじめてやるからと、その気がない人間追っかけてっていじめる気ないからっていう。でもそういう人たちってまだまだいますよね。要は自分が労働者じゃないと思ってる人たち、自分の夢を実現するために自分を鍛えて、あの辛い環境で耐えながら結果を出していきたいんだっていう、何かニュース見てるとそうじゃないクレームばっかり言うような方々がいっぱい見えるけども、実質はそんなことなくて、まだまだあの特にベンチャー企業であるならば一緒になって社長と伸びていたいっていう方々はいると思うんで、俺は熊谷さん、あの理不尽、僕は理不尽っていうのが嫌いだったもんで、ただ会社がだんだん大きくなっていった時にこの社長はいい人だって言われると甘えてくる。社長これはどうしてもこんだけの経費がかかるんです、社長これはどうしても期間的には間に合わないんですみたいなことを、どうしてだこうか、そういうことかとって言うと、今次また2週間かかったのが3週間になっていくみたいな、うるせえあれっつってたらこの野郎ってやると意外とできる。理不尽にならないと会社って伸ばせないねえなと。僕理不尽な発言をする習慣を一生懸命つけてる結果が結構ダメな人間になっちゃったとこがあるんですが、習慣になっちゃったもんで、最初は無理して理不尽な発言を、伊藤はある時何て言ったかな、関係ねえんだよとか、ああいう言葉使おうみたいな、これやるとタレントが怪我するかも、関係ねえやっていう。あ、俺たちが何とか怪我しないようにこれやんなきゃいけないんだなっていう。
それあれですね、わざとってことですよね。高橋さんが喋られることって僕あの映像拝見しててもすごい分かりやすくて、はい、ロジックが僕の中で通ってて、はい、だから伝わってきて今日お会いさせていただくことになったと思うんですけど、はい、でもそのわざと言うってことですよね。理不尽っていう、はい、理屈が通ってないことってことですよね、はいはい、それがなくなっちゃうと普通の経営者になっちゃうかなと。僕はねベースにねあの演出家でありたいっていうあのものづくりでありたいっていうものがあるもので、ものづくりは理不尽は必ず付きまとってくんだなと。農業もそうですし、天候がいくら頑張っても雨が降れば長続きすればいいものができないみたいな、その中でどうその理不尽と戦っていいものを作り続けるかっていう、その合理性がないところがあって、そういうような考え方は経営者としてだんだん品質が増えてくるんだけども、無理して残したいところで、とてめえ関係ねえんだよみたいな、さようでございますかみたいな会話もできるようになったけども、おめえなっていう会話は若い子たちと触れ合う時に無理して喋ってるっていう、俺お前側の人間だからな、あのなんとかさんのおっしゃることはよく理解できたんですが、こういう形だと理解あの売り上げがですねみたいな会話をすると、あこの人は違う人なんだなって言って心引いていくんですよ。制作連中、まあ、ここにいるような若い連中会った時には、お前なんか面白いことやってるかってみたいな、最近つまんねえだろどうせみたいな、無駄なこう絡みをいく、もうチンピラだよなある意味な怖いチンピラが寄ってきたわみたいなあれって演出家だってアピールなの、俺クリエイターなんだって、バカなことやってるかって貯金なんかすんじゃねえぞみたいな、こういうのはやっぱり人をどんどん引きつけて支配していこうと思った時に必然的に何かテクニックが身についていっちゃいますね。あの結局お金だなんとかっていうことは必要ですけども、この人楽しいっていう、何かこの人に魅力感じるっていうものがないと、あのいい部下が集まってきませんので、でその部下が集まってこないと自分の妄想を現実化できないんで、で彼らにお前な弾が飛んでくるかもしれないと、撃たれたら死ぬかもしれない、そんなとこでお前撃ち合ったらゾクゾクするぞとか、そうすかよし行ってこいみたいな3日徹夜したのかと、10年後に若手に3日徹夜したんだと、すごい大変なことなんだけど、10年経った時にその自分で俺はあの頃は大変で3日徹夜とか当たり前だったと言った時に、少し見え張って1週間当たり前だったとか言いたくなんないかなと、なら1週間しといたらみたいな で、その子たちが成長したらば必ず感謝してくれるんですよ。あの今感謝されることじゃなくて将来感謝される経営者になりたいなって、それは伊藤のおかげです。あんだけ憎かった伊藤をもう親のように感謝してるっていう、あの鍛えてもらったからなっていう、じゃあ俺も鍛えてやろうっていう、それが今はいい人っていうふりをする大人多すぎるよなと、まあ若い連中に興味ないんだよなって、今嫌われないようにする、まあ時代の風潮でそれをやるとリスクがありすぎますんで、でもせっかくいい年して先輩として会ってて、その子たちの将来感謝されるようなものを与えられない人生ってつまんない人生になっちゃうんじゃないのかなと思っちゃうんですよね。まあこれ幸いにして訴えられてないからなんだけど、訴えられたら急にいや仕方ないことありますよって言ってるかもしれないけどというポジションで黒字になって社員たちはちゃんと飯食えてっていうところで、もっともっとってなりません？正直僕そこまでやっぱ物欲とかがほとんどなくて、何かなんかいいもの欲しいとか車欲しいとかそういうのも全然なくて、はい、基本的にあんまりお金に興味があんまりないんですよね、もともとが、はいはい、でさっき高橋さんおっしゃったように、あの社員さんにもできる限りはお金は払ってると思ってるんですよね、はい、自分では、はい、でただその
会社が大きくしたいっていうよりは大きくなったところでどうなるんだろうって、自分がどんぐらい成長とかできたり、はい、そうなった時にどんな感覚なんだろうなっていうのは知りたいとは思うんですよね、はいはい、だから大きくしたいっていうのは多分あるんだと思うんですけど、はい、あのね、知的好奇心以外何もでもないですよ。自分が住んでたところから広げてった時に一体そこに何があるんだろうかと、そこで自分はどう生きるんだろうかっていう知的好奇心ですね。でやってみたく、見たくなると、えらいなんか氷点下30ぐらいのところで撤収とか入ってくるとか、じゃあ こっちが良くなかったからこっちだろうなと、こっちは40度で暑い撤収みたいな、この辺かっていうのだったらここに生きてても楽しいんだけども、もしかしたらこの先に楽園があるかもしれないじゃないかっていう知的好奇心で、僕もお金は追っかけたことないもんで、あの飯食えない時に追っかけたことありますけども、あの必要以上にお金が欲しいっていう部分でお金のために何かしたっていうんであるならば、あの多分デマンドやめなかったと思いますし、あの農業には絶対行かなかったと思いますし、あの僕はお金は点数だと思いました。あの正直な点数、世の中が俺につけてくる点数、それが売り上げであり利益でありっていう、この点数を追っかけるの面白いな。僕はあの車を高い車安い車高い車安い車みたいな感じで飽きるもんで、同じような車乗んないんですが、高い車で速い車乗ると300キロ出ねえかなっていう数字を追っかけるのが好きなんですよ。あと何キロ出せるかみたいな。で今度安い車乗ると燃費を気にして、あとリッター18円出ねえかなと、吹かさねえぞと、後ろで煽られたって、まあ、こっちは追い越しやすいんじゃないんだからみたいな感じで走ってる自分がモードになるんですよ。不思議だなと。あ、どっちでもいいんだ、何かの目標値を作ってその数字に近づけるって行為がすごい好きで、多分こういうのって経営者になる方々って多くいらっしゃるんじゃないのかなと。それが一番分かりやすい数字がお金というだけであって、そのお金で何がするじゃなくて、そこを稼いでいく、稼いでいく。僕ね、よく言ってたのが、リングで大の大人が命かけて金の奪い合いをしてる、なんか盛り上がってるなと。リングの外でこうやって見てるよりも俺もあっち行きてえなと。ただ腕っぷしが多少良かったらしくて、カッと取れたんですよ。取ったのにどうしたらいいんだよっていう。捉えたやつがチキショーとか言って言うと、なんかこれ楽しいのかなみたいな、そういう感覚なんで、一番の欲ってお金以外のものにありますよねと僕も思いますね。それを見つけ出して、で僕はあの経営して経営者になって黒字を出すってすげえ難易度高いですよ。どんなもんであってももう10人に1人はいないわなと。企業によってももちろん違いますけども、まあ最低限経営者としてあの自分で仕事を取ってきて利益を出す、これ1人の単位から始まって、これでも10人に1人ですよきっと。人を雇ってっていうとまた何十人に1人になる。それができる人間って才能を与えられた人間であって、それが自分の都合で仕事しちゃいけねえんだよなっていうのが僕の持論なんです。なんでこんな人生相談やってるんです。俺ほんとしたくないんですよ。家にいたいんですよ。人と触れ合わなくても十分楽しいんですよ。なのに始めちまったら登録者が少ねえなとか、なんでこんなところでイライラしたしねえんだろうと。なんだけど師匠1万人行くまではやめねえぞとか、また数字を書き始めるとは自分のためじゃないんだけど、やり始めたらなんか面白くなるなと、で期待されるとまたもっと面白くなるしっていう人たちが経営者になっていく。で自分の限界までは挑戦すべきなんじゃないのかなと。しないと僕は罰が当たると思うなってと、逆に言うと潰れるのが怖いから大きくしていく。攻撃が最大の防御。今の時代ってどんどん変わっていくから、攻撃してないと、新規やっていかないと
いつダメになるか分かんないですよね。それが僕が5年ぐらい前にデマンドにまた関わり始めた理由なんですが、いつまでも AV で飯食えないよと、そんなのに何新規で新しいことやってないのとずっと言ってたんですよ。金使え金使えっつって、だから最終的に怖くて使えませんっつって、じゃあ俺が代わりに金使ってやるわっつって新規事業をパンパンパンっていろいろやったんですが、まあだいたい年間で1個の新規事業で2億ぐらいは赤字出していくみたいな金がないのにそれやっちゃいけないんだけど、金が無駄に残っていくんであるならばそういう投資をする。今は儲かんないけど10年後に儲かってるかもしれないっていうという権利があるのにやんないお前たちは怠け者だわ。新しいまた市場を作る、新しい利益を生む仕事を作っていく、一個は女性が AV を見るようにするようなそういうサイトを作れと、ガーズ CH っていうのを作って、まあ女性ね金払ってくんないんですよもう一つは風俗業界を、俺が AV 業界を健全させたんだから次は風俗業界を健全化させてやれっつって、風俗店に勝手に行って勝手に費用を書いていくっていうようなサイトを作ってずっと赤字なんですが、最近なんとか黒字が出るかもしれないとか、そんなのを近づきつつあるんですが、まだ多分赤字出してんじゃないかと思うんですが、まあそれ以外にもいろんなことやってるんですが、失敗したものって消えてっちゃうんですよ。成功したものしか残んないんですよ。ただチャレンジした方がいいよねっていう。じゃああなたはそういうことが好きなんですかって言ったら、まあ好きな部分はさっき言ったあります、はい、そのゲーム的な部分でなんですが、何かそういうことができる権利を与えられたのに自分の都合でしたくないっていうと僕はバチ当たると思ってるんですあの自分のために生きてるような大人っていっぱいいるんだけど、みんなつまんなそうじゃない。そうですね、そうですね。自分一人の幸せ、もしくは家族まで含めても、それに対していろんな人を巻き込んでその人たちによくしてあげようと思っている人たちってなんか楽しそうだなと。大谷君にしたって自分が一人っていうよりもは彼完全に背負ってるじゃないですかアメリカのファンまでできちゃって、と多分彼はそのファンのためにいいプレーを見せてあげたいっていうと、なんか楽しそうに生きてるよなと。最終的に自分が損すると思うって、才能ない人にそれは勇気ないです。すげえことですよ、1年目が赤字で2年目から黒字出るなんて。僕の国立ファンは13年ぐらいずっと赤字で1回も黒字出たことありませんからやっぱ俺才能ないなって自分で思ってるんですがただそれもやめないのはそれを補填するだけの経済力があるもんで、ある間はやめちゃいけないと。だから金がなかった時に続けたいんだけど銀行金貸してくんないからって潰してもらった時は、次のまた新たなことにチャレンジするっていう権利がもらえる、正義のもとに元に潰せられるっていう、これよかったなと。補填できちゃうから死にようがねえんだよなっていう。関わったらでも良くなりますよね。高橋さんが自ら国立ファームさんとかって、そうではないんですか？ついてこれなかったんです。農業系っていうキーワードで集まった子たちは僕についてこれなかった。穏やかな子たちなんです。勝ち負けとか興味ないんです。そこで農業は勝ち負けの世界に変えなかったらいい産業になんねえんだと、はっきりと序列を作るんだと、いい野菜悪い野菜特級の野菜みたいな、全てにその序列を作るんだみたいな、でそのために私たち勝っていかなきゃいけないんだっていうのにみんなついてこれなくて、だ時に俺は何やってんだろうと、こんないいやつらを潰していってしまったと。 AV って繊維がないもんで
勝つ以外やる意味ないんですよ。なんでみんなついてこれたんです。農業って勝たなくたって人が喜んでくれるじゃないですかっていうのがベースにあって、それをぶっ壊したかったんですが、その結果国のお荷物になってるじゃないかっていう。なんだけど農業とキーワードで集まってくる子たちは、まあ農学部出た子たちとか、まあ人とか争うのが嫌いな子たちで、人を支配するのも嫌いな子たちで、どうも俺は向いてないらしいと。そういう中で残った連中たち、俺がやったことなんで補填はするけど、なんとか黒字に持ってってくんないと、俺が死んだらこの会社潰れることになるんで、そうするとお前たちが仕事なくなるって形になる、なんとか黒字お前らのためにしてくれよと。なんか期限とか決められてるんですか？全然決めてない。最近決めました。いつまでとかあるんですか？この間言いました。だいたい去年の赤字で3000数百万だったんで、これ1億毎月、毎年1億くらいだったのが、これだんだん減って、人が減ってって、業務が減ってって、で3000万ぐらいになった。でもうずるずるやめようと。3000万あげるから、これなくなったらおしまいね。なんだけどあいつらね、なくなったらまた俺が出すと思ってんだよね、きっとな。これ出しちゃうんだよな、きっとな。諦めなければ負けはないって言って生きてきたんで、これで全社員がいなくなったら金がないのと同じでどうしようもないって言えるんですが、立場よく残ってくれてる連中たちが何人かいるもんでと、辞めてった連中たちがやっぱり辞めてよかった、残った連中が辞めときゃよかったって言うと、俺負の存在になっちゃうもんで、そこちょっと意固地になってやってるんだけど、ただそこで補填すると理不尽さがないんですよ。と育たないんです人ってなんでちょっと理不尽なことを最近言い始めたんですが、あいつら俺の腹の中知ってるよなってお金があるって人を育てないなって。今のこうやって平成から変わっていくけども、日本人がだんだん弱くなっていくのってやっぱり裕福になったからだよなっていう。花粉症と同じですよね。免疫がなくなっていくと違う病気が現れてくるみたいな。なんだけど今の世の中は全てがタバコが悪い、いじめが悪いつって害のあるものを排除すればいい国になると思ってるっていう、なんか頭の悪い人たちが仕切ってるなっていう。まあそんなことは俺が考えてもしょうがないんで、俺が考えるのは俺の部下たちが俺の部下でよかったわっていう、そこに専念しようっていうと、また仕事が生まれてきちゃうんですよ。お聞きしたかったのが、前回 の YouTube の放送とかで1年目が多分売り上げ4億とか、はい、で2年目8億とかあって、はい、僕まだ売上が億を超えたことがないので、はい、まずその感覚が全然分かんないっていう感じと、はい、その倍々で伸びていく場合って、はい、なんか確信というか、はい、単純にやりまくってるみたいな感じなのか、はい、それともなんかある程度確信があったりするんですか？後で振り返ると分かるんですが、人生って追い風と逆風があるんですよ。で人生大事なのは逆風の時にいかにへこたれずに一生懸命前へ進むのに進めないんですよ。大抵の人間はその時に諦めちゃうんですよ。この逆風の時に前へ進まないのにこう進んでいくと、えらい脚力がついてきて、追い風吹いた時に乗ってドワーッと走れるんです。これをじゃあビバークしとこうってやってると、吹いても走ろうと思ったら足がついてこれなくて倒れちゃうんです。で僕会社2個潰した時にへこたれずに生きてたんですよ。でまた3つ目だっつって、たら前の2つが完全なる逆風だったんだけど、そこでヒーヒー言ってたら前へ進めなかったんだけど、足腰ついてたらしくて、たら今度はえらい突風が吹いたんですよ。って時にお前なと、お前って社員たちに、お前らは逆風知らねえだろうけど、いくら頑張っても仕事は来ねえ、利益は出ねえっていう
会社を2つやってた俺はと、今俺の都合で走る気ねえんだと、目いっぱいこの突風に乗るぞと、いつやるか分かんねえんだよこれと、走れるだけ走るぞっつって、もう精一杯あった。分かりますよね、経営やってると4億8億16億ってえらい勢いで伸びていく。で人材すぐに入るわけじゃないし、なんだけど突風なんでよくあの短期間にあんだけのことやったなっていう、やっぱり能力の何倍ものの結果出せました。でまた今度風が緩んできてまた逆風になっていくっていう時期だなっていう今思ってるんですが、その時にここでどういう生き方をしていくか、それがさっきみたいな儲かんないんだけども今ある財産があるんだったらニューヨーク投資してでも、で一番いいのは赤字が出なくなれば永遠と続けられる、そこまで持っていこうよと、儲かった時にそれを投資しようよと、僕的に言うと将来女性が喜んでエロいものにお金を出す時代が来ると思ってるもんで耐えようと、もう毎年ね、今年でやめようかって言いたい部分があるんですが、いやまだまだっつって、でまたやってる連中たちもまだまだっつってくれてるんで、風俗業界をあのよくするっつってもそう簡単にすぐにうまくいかないんですけども、こうその時にどうぐれずにコツコツやるべきことをやっとくかっていうと、必ず僕は追い風が吹くと思ってるって、その時に走れないとつらいよねと、あのまあ、坂道の下り道って言ってもいいんですが、なんで俺こんなにきついんだろうと後で考える、あれすげえ急坂だったな、また今度逆に最初に下り坂で飛ばせられるんだって言ってるバカ、どっかでこの上りになった時に急にうまくいかなくなるみたいな、だって点で言うと人生最初上りからの方がいいですよね。最初下りから入ると人生辛そうだな、そういうことを経験してくるとなぜか登りの時にウキウキする自分がいるっていう。僕ね今多分突風本当に緩やかなあの追い風と向かい風が感じがするんですよね、はい、高橋さんがご経験されてるのは突風っていうのがおそらくないし、自分にまあその経験がついてきてないっていうのもあるんですけど、なんかそこでクロージャーちゃんと出ててちゃんとなってるんだけど、なんかちょっと退屈という退屈というと言葉は失礼なんですけど、なんかそんな気が今してて、だから多分まあ持ってるものを投資に使うっていうのは一つそうだなっていうふうには感じてはいるんですけど、何が目的で会社作られました？